魂チャンネル。もしアユーハさんがサッカー部の監督だったら、どんな選手を試合に出しますか？例えば、安定感だったり、常にこう一定レベル以上のパフォーマンスをできる選手、波がない選手だったり、例えばミスしてほしくない場面でミスをしない選手とか、これ決めてほしいなって時に決めてくれる選手とか、こうパス通してほしいなって時に通してくれる選手だとか、結構それってもうなんか上手い下手じゃない部分があって、普段からこう意識を持ってグラウンドの外から日常生活から準備ができてる選手ってやっぱり大事な時にミスをしない。やろうとした時だけやる選手ってやっぱりこうなんだろうな、あーっていう、あそこミスするかとか、あそこつなげないかとか、あそこ奪いきれないかとかっていうシーンがあって、やっぱりしっかりこう日常生活からちゃんと準備ができる選手ってやっぱりそこをこうものにしてくれる、やっぱりそういう選手って共通してて、こう指導者の話をよく聞いたり、こうミスとかうまくいかない時に人の責任にしなかったり、こう本当に細かいところ、こうストッキング一つ取ってもこう綺麗に履いてたり、靴ひもねじれてなかったり、ちゃんと準備ができてるんだよね。こう練習に臨むにあたってもピシッとしてきて、ちゃんと身だしなみもしっかりして、そういうところを自分は重要視してるかな。しっかり準備ができてる選手なのか、プレー中以外のところで見られてるってことですかね。自分は結構見てるかな、こうプレー中以外のところの準備のところとか、まあ普段の言動だったり、こう試合の中でもこうボールがある、ボールを持ってるところじゃなくて、ボールがない時にどれだけ準備ができてるかっていうのは自分結構見てて、やっぱり準備ができてる選手っていうのはこうトータル的に見ていいパフォーマンスをしてくれるし、チームが苦しい時に支えてくれるし、結果を出してくれるし、成長してくれるから、そういうところが一番大事かなって、こうカテゴリー問わずプロになってもやっぱりこう準備ができてる、準備をしようとしてる選手がやっぱりこう成長していってるかな。だから日本代表選手とか見てても長い間、一瞬じゃなくて長い間活躍してる選手、トップに続けられる選手っていうのはやっぱりみんな得てしてそういうところが備わってたかな。いや、まあサッカー好きだからできるってことですよね。そうですね。なんか好きだから生活の中心に常にサッカーがあって、好きじゃないとできない、まあ本当に言う通りで、だから今自分は子供の育成に携わってるんですけど、一番のテーマはやっぱサッカーを好きにさせるかどうか、好きな子が集まってきてるんで、やっぱりもっともっと好きにさせられるかどうかっていうのが、指導者のテーマなのかなっていうふうには思ってます。